こんにちは。今日は布のビーズマスクの作り方をご紹介します。ノーズワイヤーとフィルターが入るように作りました。なるべく簡単にたくさん作れるような方法にしました。材料です。通気性の良い布、縦が20センチ程度、横が30から50センチ程度準備してください。マスクゴムまたは代用品25センチから35センチを2本準備してください。で、ノーズワイヤー、これは市販のブリーツマスクから取り外したものです。型紙です。家族全員分作れるように5サイズに展開しました。型紙のサイズと出来上がりのサイズはこのようになっています。型紙は縫い代1センチ込みのサイズです。型紙を使わない場合は縦は16センチから18センチメートル、横幅はご自身の顔のサイズにプラス2センチから 2.5 センチするとちょうど良い大きさになると思います。私はこのように1枚の厚紙で5サイズ作れるような型紙にしています。これはダイソーの方眼紙厚手を使っています。それぞれのサイズに合うように型紙を折って裁断しています。布2枚に刺すときはそのままのサイズ、横に輪立ちする場合はここを1センチ折り曲げて使っています。輪立ちにした場合はゴム通しの穴の厚みに左右差ができてしまうことにご留意いただければと思います。それでは作っていきます。 LL サイズと S サイズを作ります。まず型紙に合わせて裁断します。最初は LL サイズです。輪立ちにします。線に印をつけておきます。次に S サイズです。こちらは2枚に立ちます。ブリーツを折っていきます。この真ん中の6本のラインがブリーツのラインです。裏から見て2本のラインの下の方を山折りに、上の方を谷折りにします。表から見るとブリーツが下に向いているようになります。前立ちした方は中表に重ねて、2枚に重ねて同じように裏から見て下が山折り、上の線が谷折りというふうにアイロンをかけていきます。
プリーツが折れましたら、上は1回、2回、下は1回、1センチずつに折ってアイロンをかけてください。2つの場合は1枚ずつに分けて端を折ってアイロンをかけてください。マスクの上側アイロンで折ったところのこの端っこに2ミリぐらいのステッチをかけます。ノーズワイヤーやフィルターのポケットを作らない場合はいらない作業です。マスクの表になる方の端から8ミリぐらいにステッチをかけます。この時真ん中から3センチほど離れたところに 1.2 センチの空きを作ります。次にこの開け口からノーズワイヤーを入れます。ノーズワイヤーを中央に合わせてこの横に少し余裕を持たせてステッチをかけます。プリーツのひだを縫います。裏側のプリーツを端から2ミリのところにステッチを入れます。こうすることでプリーツが少ししっかりします。必要な場合はこの作業は飛ばしてください。いつもより少し縫い目の幅を上げて縫います。プリーツを仮止めします。端から5ミリぐらいのところを縫います。次に生地を中表に合わせて、輪立ちの場合は片方の端っこを、2枚立ちの場合は両方の端っこを縫い代1センチで縫います。
植えたら隅の角っこを少し落とします。表に返します。両横にゴムを挟み込み、1センチの縫い代で縫います。ゴムを縫い込まないように注意してください。縫ってしまってからゴムを通しても大丈夫です。次にマスクの下を縫います。ゴム通し口を避けて下から 5mm のところにステッチをかけます。続いて下側から 1.5 センチのところにステッチをかけます。これはフィルターを節約するためです。不要な場合はこの作業は飛ばしてください。マスクの上側は先ほど 2mm のステッチをかけたところの上から左右3センチずつを縫います。完成です。